おはようございます。フリドンです。今日は2020年の6月22日月曜日の朝です。皆さん、ネットフリックスの新しいアニメ映画泣き猫見ましたか？泣きたい私は猫をかぶるだったかな。泣き猫、ロケ地のほとんどが、愛知県の常滑市というところでした。常滑市行ったことある方なら一目でわかるんですが、常滑市の観光地がほとんどそのアニメのシーンに使われていました。常滑市というのは愛知県にある古くからの焼き物の町で、常滑焼きというのが有名です。常滑焼きは急須だったりとか、あとは生活に密着するような焼き物を作っている町です。で、今はリッキシルになりましたが、昔イナックスという陶器のメーカーがありまして、衛生陶器ですね、トイレとか洗面台とか。イナックスもこの常滑の会社になります。リキシルは、北陸地方のトステムと合併をして一緒になった会社です。そういえば最近リキシルがやってるビバホームというホームセンターを手放すということで、その売り先がどこになるかというので、ちょっと新聞で記事に出てました。今度また泣き猫のロケ地、僕はもう泣き猫見ただけでほぼ全てのシーンがどこで撮られたかって分かっているので、今度その撮影された場所を巡ってみるというのもやってみようかなと思います。今日はシネカメラの話題なんですが、アメリカのレッドというシネカメラのメーカーがコモドという新しいモデルを出して、ちょっと今その界隈では話題になっています。シネカメラというのはちょっと変わった世界で、カメラ本体っていうのはあまり購入をするものではなくて、ハリウッド作品、ハリウッドの超大作からアカデミー賞にノミネートされるような作品のクラスになってくると、カメラというのは全てレンタルをします。レンタルショップからレンタルをします。レンタルショップで1日、25万円30万円っていう価格が設定されているので、そのカメラを撮影に使う日数分レンタルして作品を撮るという使い方をします。で、ハリウッド超大作クラスになってくると、もうカメラのメーカーというのはほぼ2社もしくは3社しか使われてなくて、一番多いのはドイツのアーノルド・リヒターというメーカーです。通称アリと呼ばれているんですが、アリのカメラが圧倒的に多いと思います。次に多いのは、パナビジョンというところで、これはメーカーというよりレンタルショップなんですが、ハリウッドにある大手のレンタルショップが、ショップオリジナルのカメラというのを作っていて、これが結構モンスター級の性能なんですね。で、パナビジョンが、作ってるカメラを借りて撮る場合っていうのも結構あります。パナビジョンは、カメラ以外にもレンズとか撮影機材一式を貸しているので、ハリウッド作品でパナビジョンを使ってない監督さんっていうのはほとんどいないと思います。ハリウッドの作品エンドロールを注意深く見ていただくと、一番最後のところに載っていることが多いんですが、協力各社のロゴマークが出てくるところで、結構な確率でこのパナビジョンというショップのロゴが表示されています。で、アリ、パナビジョンのほぼ2社しか選択肢がなかったところに、ちょっとジンバルが不安定で、アリとパナビジョンのところに切り込んできたのがアメリカのレッドというメーカーです。レッドはもともとアメリカ人で、オークリーというスポーツ用のサングラスを作ってた人がいて、
まあ、このオークリーで成功したので、その資金でもって新しく作ったベンチャー企業です。まあ、ベンチャーって言っても結構年数経ってますが、アリとパナビジョンと、まあ、ほとんど数社が寡占だったシネカメラ業界にちょっと新しいコンセプトで乗り込んできてシェアを取っていったという感じになります。まあ、映画作品だとそこまでメジャーというところまでは行ってないんですけど、例えばドラマ、連続ドラマ、海外ドラマですねの撮影ではもう一番メジャーなメーカーと言っても過言ではないですし、ミュージックビデオの撮影とかテレビコマーシャルの撮影とか、まあ、そういうバジェットが映画に比べてちょっと少ないところでは結構よく使われています。でレッドのコンセプトとしては、まあ、さっきのそのアリとかパナビジョンのようにレンタルショップで借りて使う機材というよりは、撮影に使う監督さんとかが個人的に所有をするカメラというのを目指しています。まあ、アリとかに比べてだいぶ安い価格で販売されています。まあ、アリなんかは基本がレンタルなので購入するということはほとんどないんですけど、まあ、例えばレンタルショップがメーカーから購入するということもできるので、一応のプライスタグというのが付けられていて、アリのカメラの場合だともう1000万円は軽く超えてきます。でそこにレッドは今一番高い機種がモンストロ 8K というフルフレーム 35mm のフルフレームの 8K が撮れるカメラで、これを日本円にして800万円とかそれぐらいで出してきています。でもちろんもっと安い機種もあって、スーパー35が撮れるスーパー35の 8K かながジェミニ、まあ、その辺だともうだいぶ安くなって200万円台後半とか300万円ぐらいになってくると思います。だからもっと小さな 6K カメラだったり 4K のカメラというのも用意しています。で今まで一番安いカメラがスーパー35の 4K かな、あれはが撮れるもので、100万円台半ばぐらいだったんですが、今度そこにレッドはコモドという新モデルを出してきて、まあ、これが 6K が撮れるスーパー35のセンサーがついて、プライスがなんと6000ドルでした。これはかなり衝撃的な金額で、今まで個人所有を全く考えてなかった監督さんとか、まあ、下手すると助監督クラス、まあ、その自分の作品ではなく監督にくっついてアシスタントとかで仕事をしている人でも買えるっていうことで、まあ、界隈で今みんな俺も買うぞって感じで、コモドの話題で持ちきりになっています。レッドはいつも新しいカメラを出すときに通常販売とは別に一部の監督さんとかだけに販売をする限定モデルというのを出しています。まあ、中身は市販のカメラと一緒なんですが、色とかがちょっと特別仕様になっていて、で大体白い色で、出すことが多いので、界隈ではストゥームトゥルーパーなどと呼ばれています。スターウォーズのあれですね。で今回コモドはストゥームトゥルーパーモデルはなくて、限定モデルはオレンジ色でした。でその限定モデル色が違うのと、市販のモデルに比べてちょっとだけ値段が高くて、レッドコモドの場合は市販モデルが6000ドルに対して、限定のオレンジのモデルが7000ドルだったようです。まあ、これは希望する監督さんがそれ欲しいっていうと、まあ、レッドから販売してもらえるというもののようです。シネカメラの場合は、まあ、家庭用のビデオカメラと違ってカメラ本体には本当にセンサーしかないので、撮影するにあたっていろんな周辺機器が必要になってきます。レンズもついてません。
ビデオカメラの場合は一般的にズームレンズという広角から望遠まで一つのレンズで撮れる便利なレンズを使うことが多いんですが、シネカメラの場合は単焦点レンズという焦点距離が変えられない、その代わり、綺麗に撮れるレンズがあって、これを各シーンに合わせて、レンズを付け替えて撮影するという方法で撮っていきます。なのでシネカメラの場合は、このレンズもショップからレンタルしてきます。これもまたカメラと違ってレンズメーカーというのがあって、まあ、メジャーなのはクックとかから、まあ、カメラ作ってるアリからパナビジョンもレンズやってるし、最近だとツアイスなんかも出してたりします。ドイツのツアイスですね。それからレコーダーもカメラ本体にはついてないことが多いので、まあ、カメラ本体から SDI という規格で信号が出てくるので、まあ、これをケーブルでレコーダーにつないでレコーダーで撮影していきます。監督が映像をチェックするモニターも別に必要なので、これも SDI で接続をします。カメラを構えているカメラマンが覗く映像、ファインダーもカメラ本体についているわけじゃないので、別途ファインダーを用意してケーブルで接続をします。それからシネカメラの場合は、カメラマン自体がフォーカスの操作とかをするわけじゃなく、カメラマンの後ろにカメラのアシスタントがついています。フォーカスマンという仕事なんですが、フォーカスマンが映像を見ながら、まあ、事前に打ち合わせたところにフォーカスを合わせていくという操作をします。なのでこのフォーカスマンが見るモニターというのもまた別に必要になってきます。あとカメラ本体に音声を記録することもあまりないので、音声を記録する一式が丸ごと必要になります。カメラとフィールドレコーダーと、あと照明もいるし、それらを駆動するためのバッテリーだったり電源関係だったり、全て揃える必要があります。でシネカメラというのはその辺の周辺の機器がついてない状態で、さっき言ったようなプライスがついています。まあ、この辺りは好きな方いると思うので、またいろいろコメントなどいただければ、まあ、お答えできる範囲でお答えしようと思います。そうですね、シネカメラ、あと日本のメーカー、キヤノン、ソニー、パナソニックなんかも参入してて、まあ、結構低価格のカメラを出しているので、予算の少ない映画なんかでは使われることがあるんですけど、まあ、やっぱりちょっと性能的な面とかで、さっき言ったアリとかパナビジョンには、及ばないので、ちょっと超大作みたいなので使われるということは今のところあまり多くはないですね。たまに使ってる監督さんいますけどね。キヤノンなんかもいいカメラ作ってて、それも個人所有できる金額なので、レンタルではなく買ってしまうという使い方ができるんだと思います。今日はシネカメラの話題でした。最後までお付き合いありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価の方もお願いします。ムリードンでした。